日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようです。同時に進めている IHI 射程 XF9 エンジンの実用化への取り組みも順調そうです。今回は、XF9 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムを見ていきましょう。やっぱり、純国産なんてことはないですよね。2022年12月、外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定しました。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こすことになりました。この決定で、日本の防衛予算が、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明しました。しかし、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げると見られています。NATO 加盟国は、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切りました。日本としては、加盟国が、今後一定の防衛努力のため対 GDP 比 2% を基準値にすると予想したので、それに追随したというわけでしょう。日本は、今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のため、スタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離が、長い兵装の購入を進めようとしているのでしょうか。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止です。日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになります。つまりミサイル能力を向上させるとともに、自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけです。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を、政府は反撃能力と呼んでいます。政治的認知を得ようとメディアでも使っていますが、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があります。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しています。が前期のような議論が完全に決着することはないでしょう。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったようです。その新しい動きが前での GCAP です。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を正式に発表しスタートしました。これがプロジェクト GCAP です。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機をイギリスとイタリアが両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになります。空自の中では現在交友区分や呼称は廃止されましたが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類がありました。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていました。支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も、当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体でした。日本国内では、F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたのです。こうした事情があるので、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になりました。なので、前述の通り、F2 戦闘機は、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したのです。また、航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていました。しかし、アメリカは、主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、偏った契約だったのです。
さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能でした。政治的な問題はありましたが、不満の多い運用を強いられたのです。要するに、高い金額で買った、買わせられたのに、客の要求は無視されたのです。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったので、日本は、後継機開発については、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それを目的とした取り組みを進めてきました。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から、次期戦闘機用の機関部を目指した XF91 エンジンの開発をスタートしました。そして、8年後の2018年6月に、試作機1機を完成させ、納入しました。納入された XF9 エンジンは、2020年7月までに、各種の性能テストを実施し、結果として、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F2 にラプターに搭載されている F119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800°C という世界標準クラスの数値を叩き出したそうです。発電能力は、今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われますが、XF91 エンジンは、180kW を記録し、一定水準をクリアしています。XF9 エンジンは、実際に機体に搭載してのテストではないのですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで、将来の戦闘機に対応しうると、大きな期待を集めました。さらに2019年開催されたマストアジア2019では、水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57、スホーイ等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることです。機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F2 にラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されているそうです。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置ですが、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので、敵の攻撃を回避できると想定されていますが、機敏な機動性を確保するには、このような交付もあるというわけです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF9 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、状況によっては、共同開発の変化もあり得るので、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えます。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。ロールス・ロイス社は、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られています。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。優秀なロールス・ロイス社ではありますが、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてきます。とは言っても、ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウには、すごいものがあるのです。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から、製造までを、極めて短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほら。GCAP で、その進化がわかるだろうとも言われているようですよ。
こんにちは。今日は、尖閣諸島で起こった驚きのニュースをお届けします。なんと、メキシコから来た40代の男性がカヌーで漂流し、この、遠く離れた島に上陸しました。この、大胆不敵な旅の背後には、一体何があるのでしょうか？この動画で、その全貌を解き明かしていきますので、最後まで見逃さないでくださいね。中国海警局の動きを封じた海上保安庁はさすがです。中国も自分の領土とは思っていないのでしょう。本来ならフィリピン以上に突っ込んでくるでしょうからね。今年の日本では最大で9連休という大型のお盆休みという方も多かったのではないかと思われるが、その最中の2024年8月16日、尖閣諸島の一島であるお釣り島において一風変わった海難救助の実施が海上保安庁から報告された。この尖閣諸島のお釣り島における海難救助の案件とは、2024年8月16日にメキシコ人の40代男性一人がカヌーに乗って道東の東側の海岸に漂着、周辺の海域で哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって救助が実施されたというものだ。この魚釣り島にカヌーを用いて上陸したメキシコ人の40代男性一人を発見したのは、哨戒任務に当たった海上保安庁の巡視船であったが、その救助には回転翼機が投入され、無事当該の人物を保護、救助したとされる。当該のメキシコ人の40代男性は、この海難救助案件が正規する前に、日本の最先端の島である与那国島に宿泊をしていたことが確認されており、そこで台湾へと渡りたいとの自らの考えを周囲に話していたとされている。このメキシコ人の40代男性は、2024年8月14日以後に、所在が不明となっていて、滞在先であった与那国島の宿泊施設からは、同施設が所有していたカヌーが一艘なくなっていたことが確認されており、これを使用して、道東から台湾への渡航を目指したとめされている。メキシコ人の40代男性の滞在先であった与那国島の宿泊施設は、所有していたカヌーが一艘なくなっていたことに関して、警察等への盗難届等の対応は行っていなかった模様だが、状況から見てこれが使用されたことは、まず間違いなさそうだ。尖閣諸島の魚釣り島で発見された当該のメキシコ人の40代男性が使用したカヌー1艘には、数日間の航海に備えるべく、飲料水と食料等が積み込まれていたとされ、その状態で、与那国島から台湾へと航行しようと試みたとみられる。沖縄県の与那国島から台湾までの距離はおよそ 110km ほどではあるものの、この付近の海をよく知る関係者からすれば、当該のカヌーで渡航しようとする試みはかなりリスキーであり、非常に困難な挑戦だと言わざるを得ないようだ。ちなみに、与那国島から尖閣諸島までは、台湾までよりも遠いおよそ 150km ほどの距離があるのだが、潮流に流されて意図せずに、このメキシコ人の40代男性半を釣り島へと漂着してしまったものと考えられている。尖閣諸島の周辺海域といえば、近年は、富に、中国側の進出が著しい場所であり、中国側は、自国領だと、一方的に主張を行うことと並行して、公船である中国海警備局の船舶の侵入を半ば常態化させており、日本の懸案事項となっていることは、周知の事実だ。したがって、今回、海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって海難救助されたメキシコ人の40代男性には、何らかの、そうした日本と中国とに対し影響を及ぼさんとする、政治的な意図が存在したか否かが注目されている。しかし、このメキシコ人の40代男性は、尖閣諸島の魚釣り島に漂着した後、自ら、同海域の哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部側の船舶に自身の救助を促すアピールを行ったとされ、そうした政治的な背景は今のところ確認されていない。日本側の大型の解釈は、今回のメキシコ人の40代男性が尖閣諸島の魚釣り島に上陸することとなった理由は、無謀にも台湾を目指して与那国島からカヌー一艘で渡航を起としたものの、潮流に流され、
あえなく漂着を余儀なくされたものと解釈されている。海上保安庁は、今回、尖閣諸島の魚釣島において海難救難活動を行い保護した当該のメキシコ人の40代男性について、日本の国内法に照らして出国管理法に違反した行為だと判断し、救助日から3日後の2024年8月19日に、同容疑で書類送検を実施した。当該のメキシコ人の40代男性が、与那国島から台湾へと渡航すべく、カヌー一艘で道東を出港、結果的に、その目的は果たせず、同じ日本の尖閣諸島ハウオツリ島に漂着したにせよ、その行為は、日本の国内法に照らし、不法な出国を企てたことになる。今回のこの当該のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島ハウオツリ島に漂着したことに対し、発見し、海難救助に回転翼機を用いて迅速に行った海上保安庁の対処、その後の出国管理法に違反した容疑での書類送検の実施に関しては、おおむね、日本国内の反応は利なかったものと評価する声が多いようだ。海上保安庁の今回の対応を評価する声が多い理由としては、前述したように、尖閣諸島については、中国側も自国の領土であると強硬に主張しているにもかかわらず、その介入を許さずに、日本側が、自国の国内法で迅速に対処した点にあると思われる。こうした海上保安庁の迅速な対応よって、尖閣諸島を実効支配しているのは紛れもなく、日本側であるとのアピールを周辺国、ひいては世界各国に向けて強力にアピールできたと思われ、その意義を評価するという考えからであろう。その一方で、今回の海上保安庁の対応を手放しでは喜べないと解釈する人々も存在するようで、そうした意見の核となっていると思われるのは、当該のメキシコ人の40代男性を海難救助した手法が回転翼機を使用した点を疑問視しているようだ。いわく、今回の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転翼機ではなく、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に、当人の行為と同様に上陸させる手法を採用すべきであったという、指摘が主張の中心だと感じられる。個人的には、当該のメキシコ人の40代男性の救助を、海上保安庁側が実際に行った回転翼機と、そうではなく、巡視船から降ろした小型艇で行うことに、意義の違いを見出すという考え方は、正直、どこに相違があるのかがピンとこない。海上保安庁側も、今回の回転翼機を使用した海難救助の手法については、事後に、その事態を素早く解決する上では、最も有効なものであったと考えているようであり、個人的にも、その考え方に同意する部分の方が大きい。当該のメキシコ人の40代男性の救助は、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣島に上陸させるべきであったとの考えの根底には、日本が尖閣諸島を実効支配していることの強力な防衛を足り得るとの考えが横たわっているようだ。しかし、仮に、そうした手段を海上保安庁が適用し、当該のメキシコ人の40代男性の救助に時間を要するような事態となれば、逆に、中国海警局の船舶が妨害行為に及ぶ可能性もあったのではないかと、個人的には思えてならない。そして、最悪の場合、日本の海上保安庁が、先に、当該のメキシコ人の40代男性の救助を実行できず、逆に、中国海警局側が当人を拘束するという事態に発展したかもしれず、そうなっていれば、この問題は、非常に、大きな日中問題へとつながった恐れも多分にあるだろう。昨今の中国は、南シナ海においては、フィリピンと公船同士を衝突させる事態にまで、自らの領土、領海だと主張する場所における実力行使をエスカレートさせており、そうした展開が、いつ尖閣諸島で生起しても何ら不思議ではないと思われる。少なくとも、今回の海上保安庁の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転機を用いたことで迅速に対処できたことは間違いなく、中国海警局の船舶との間で、
直接的な衝突を避けながら事態を解決したことは評価されるべきではなかろうか。今回の件とは全くの別件ではあるが、期せずして当該のメキシコ人の40代男性の書類送検が行われた2024年8月19日には、NHK ラジオ国際放送のニュースにおいて、中国籍を持つスタッフ1名から、尖閣諸島は中国領土との主張がオンエアされた。この不適切な放送について、当の NHK もすぐに謝罪を行い、本件の関連団体へ厳重なる抗議を実施し、当該スタッフの契約は解除され、さらに、当該スタッフへは、刑事告訴と損害賠償の請求も行う方針だと報じられている。今後も、中国側によるあの手この手の出の尖閣諸島に関する工作が収まるとは考えにくく、いざこれが発生してしまった場合に、どのように毅然とした態度を日本政府が取れるのかが、今後も大きな課題となるだろう。尖閣諸島の魚釣島で、メキシコ人の40代男性がカヌーで漂着し、海上保安庁に救助されました。この男性は、与那国島に滞在後、台湾を目指して、カヌーでの危険な渡航を試みたとされ、最終的には、潮流に流されて尖閣諸島に漂着しました。事件に政治的な意図はないと見られていますが、この地域は、中国が領有権を主張しており、領土問題に敏感な場所です。救助された男性は、日本の国内法に違反していたため、後に書類送検されました。この事件は、日本の迅速な対応が、中国による介入を防ぎ、実効支配を、確固たるものにしたことを示しています。海上自衛隊所有の空母は、ヒューガ、型と出雲、型に、誕生によって、事実上4隻体制となりました。日本が、空母を4隻保有していること、2種類あることは、一体何を意味するのでしょう。日本の空母戦力、世界が恐れるほどの実力とは。また、F-35 戦闘機搭載について議論されている空母が今後どうなっていくのか、見ていきましょう。加賀のアメリカでの F-35B 認証プログラム後、そのまま完済して日本に寄港しないかな。さすがに近平もビビるよね。まず、日本の空母が4隻になる意味です。2015年、平成27年10月の海上自衛隊観艦式の最大の目玉と言われたのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、それ以前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目になりました。このシリーズの艦名は旧国名にちなんでいるんですね。出雲はヒューガ、型より一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇になったのです。また、同8月、出雲、型2番艦加賀が、浸水式と偽装作業を終了し、11月に試験航海を行いました。2番艦加賀が就役したので、海事はヒューガ、型と出雲、型それぞれ2隻、計4隻の航空母艦を保有することになったわけです。艦艇には、ドッグ入りする長い整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要になります。それぞれの機関を考慮した上で4隻体制にしたので、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が即応体制を取れるようになったのです。実は、ヒューガ、型と出雲、型では、要求される役割や能力が若干異なるそうです。誤解があるようですが、これらは、
護衛艦だから航空母艦ではないという考えは間違いです。そもそも、海上自衛隊の言う護衛艦士は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種です。世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれていますね。それと同様、ヒューガ、型や出雲、型も一般的には知られていませんが、護衛艦ではなく航空母艦と呼ばれているのです。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢のサイズは、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇と言われていました。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機同時に発着艦させる甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機が収容できるスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は、敵潜水艦が味方艦隊へ接近するのを阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS が装備されているのです。航空母艦としてはかなり重兵装ということが特徴でしょう。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通りヒューが、型より一回り大きく、シーホーク5機を、同時に発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、ヒューが型のような単魚雷発射艦や VLS は装備せず、最低限の自衛用兵装しか搭載していません。なので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。逆説的ですが、最低限の兵装しか、持たない出雲、型は、対戦能力重視型のヒューが、型と比べると、より多様な任務に対応可能な本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われます。具体的にはヒューが、型と出雲、型には、手術室と集中治療室がありますが、病床数はヒューが、型8床に対し、出雲、型は35床ですから、当初防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点としての利用を考えると、出雲、型が優先されると考えられます。出雲、型の飛行甲板は一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も活用できると見られているのです。と言っても、上記は、あくまでも、どちらが能力が高いかというだけでのことです。ヒューが、型が、上陸作戦の拠点となることも考えられますから、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことは可能です。また、ヒューが、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 も艦載可能なのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリ、大型の CH-47J、JA チヌーク、墜落事故など様々な話題になることが多い V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もありません。一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障上、最大課題が浮上したため、解決のため日本版海兵隊水陸機動団が発足しましたが、同時に懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も必要になります。そこへ必ず投入されるのが、海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には、2000トン級の低速輸送艦しかなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた、大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった多くの PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、結果、大
隅型3隻の建造が認可されたのでした。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、お、隅型は沖合に展開しつつ、L 客襲艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦が可能です。お、隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力ですが、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、お、隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したため、大型ヘリ CH-47 輸送ヘリとかの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、お、隅型には格納庫がありません。車両用エレベーターしかないので、空母に離れないのです。仮に、無理やりスキージャンプ台を設置しても、22ノットの速力と、全長 178m のサイズでは固定翼先運用は不可能です。格納庫がないということは、非常に重要なポイントらしく、これが、理由で、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているということです。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても、国家の威信、軍事力の誇示、財力の象徴と見さされることが多いのです。ロシアや中国の例を見てもお分かりですね。そうした風潮は、即現れていて、ヒューが、型や出雲、型に関西される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が華々しく展開なかとか、なんとか。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費、保険料など、ここ数年は値上がり傾向が続行中ですよね。敵国の攻撃から、国民の生命を守るために防衛予算を増やすのは、確かに一理ありますが、少子高齢化が一段と進む昨今、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は気づいていないでしょうか？気がつかないはずはありませんね。高額の国家予算を注ぎ込んで、高スペックな最新鋭兵器を購入して、万が一の有事に備えたとしても、国民がいなければただのお飾りではないかと思うのは筆者だけでしょうか？空母の種類と役割、日本はヒューガ、型と出雲、型の2種類の空母を合計4隻保有しており、それぞれ異なる任務に特化しています。兵装と機能、空母は F-35 戦闘機の搭載が可能で、多様な軍事任務及び災害時の支援に対応します。即応体制の確保、4隻の空母により、常に1隻以上が即応可能な状態を維持しています。予算と資源、高額な維持費用が、国家財政に負担をかける可能性があります。人員育成、高度な技術と知識が求められる乗員の育成が必要です。国際関係、空母の保有は、地域の安全保障バランスに影響を与え、国際関係に緊張を生じさせることがあります。技術の自立、国産技術による防衛装備の自立が求められていますが、技術的、政治的な課題が伴います。